パルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマリアム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス3世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン、ウィジンス、時に14歳。このアトロパテネの平原はルシタニア兵で埋め尽くされているのです。私たちだけで進むのは危険そうだ。まずは前線の味方と合流し連携を図ろう。バフリーズ、そんな技を使うなんて。はっこの程度のものは技とは申しません。ただの剣の基本動作です。ただしその基本を鍛えなければ技も威力を失います。基本をお磨きなさいませ、アルスラーン殿下。まったく、バフリーズはいつもそれだ。それでは稽古を再開しますぞ。いくつか目標を定めましたので達成してくだされ。まずは戦いの基礎をおさらいしましょう。指示に従って彼らを倒してくだされ。なぜバフリーズは遠征に同行しなかったのだ。おかげで毎日稽古に付き合わされて散々だ。ここ王都エクバターナの守護がこたび私に与えられた任務です。西のルシタニアのみならず東方の国々もこの都を狙っておりますゆえ、油断はなりませぬ。殿下、これをお使いください。御身を守るのに役立つかと。
攻撃の基礎はできておられますな。次はこの老骨がお相手いたしましょう。こちらを献上いたします。どうぞお受け取りくだされ。さて、次はどうですかな。私は引かない。なすべきことを果たすまで。当たってくれ、今だ。当たってくれ、今だ。さて、次はどうですかな。私の攻撃を防いでくだされ。父上は私には厳しい言葉しかかけてくださらない。母上には昨日も稽古の話をしたが、冷たく打ち切られてしまった。うん、防御もお見事ですな。私の攻撃を避けてくだされ。陛下は豪遊の誉れ高きお方ですが、それも基本をしっかり学ばれたゆえでございます。しかしそれだけで父上のようになれるとは到底思えぬよ、ファフリーズ。さすがは殿下、良い動きでしたぞ。では応用と参りましょう。うまく敵の隙をついて攻撃すれば相手の体勢を崩せます。それでは私を相手に試してくだされ。私が立派な王となるため励み続ければ、いつかは父上も母上も認めてくださるだろうか。立派な王とは何なんだろうな。おお、素晴らしいですな。これで最後です。全力で私を倒してくだされ。無茶を言うな、バフリーズ。勝てるわけがないだろう。私に勝たねば稽古は終わりませんぞ。学んだことを発揮すればよいのです。当たってくれ、今だ。成長されましたな、殿下。お主が鍛えてくれたおかげだ。ありがとう、バフリーズ。する？
使アズライル。おお、こやつらが帰ってきたということは。殿下、バフリーズ殿もお変わりありませんか。飼い主より先に殿下に帰還の挨拶とは、生意気な奴らめ。遠征ご苦労であった。皆無事だったか。東方の損害は警備にて、ユーホーマルヤムに侵入したルシタニア軍を我がパルス軍が撃退しました。アンドラゴラス陛下のご帰還です。あ、マルズバーン・カーラン様。あっちはマルズバーン・クバード様だ。シャプール様もいるぞ。父上、ご無事で何よりです。遠一での戦、心配して。負けるはずもない。バフリーズ、留守の間の報告をせよ。はっ。ルシタニア兵の捕虜だ。あんな子供まで戦に出すのかい。神のために戦うってやつでしょ。ヤルダボート教官、あまりこのような場所にお近づきにならない方が。なぜだ。せっかくルシタニア人たちと話せる機会ではないか。私は聞いてみたいのだ。外の国のこと、外の人間のこと。奴隷が逃げたぞ。お前たち、これは一体。来るな、こいつを殺すぞ。なあお主、そやつを話してやってはくれないか。ならばお前が代わりに人質となり、私の逃亡を手伝え。わかった。こっちだ、来い。行け、アルスラン王太子を探せ。協力する気はあるようだな。約束は守る。いたぞ、あの奴隷だ。走れノロマ。はしごを登って進むぞ、急げ。落ちないように進む必要があるの。行くぞ。なんと豊かな国だ。物と人があふれ返っている。ここは大陸航路の中心部だ。人々は飢えを知らずに暮らしている。奴隷が多いようだが。それはそうだ。奴隷の多さはこの国が豊かな証拠だ。まずい。ダリュン様にお伝えしろ。まだ捕まらないのか。まずいぞ、こんなことが宮殿に伝わったら。ここらで体力を回復しておきたいところだな。貴様らのように人の下に人を置く。我らが神はそのようなことは許さない。人は皆平等だ。平等。追い詰めたぞ。逃げ道はもうこっちしかない。
寄るな！この者がどうなってもいいのか！もはやここまでか。アルスラン殿下、お怪我は？大丈夫だ。なぜあの者を撃つことをお止めになったのです？いや、つい。わかりました。私が撃ち損じたことにしておきます。あの者、なぜ逃げたんだ？おとなしく奴隷になれば食べるには困らぬもの。いつか殿下が大いにご即位なされましたが、登用していただきたい我が友人がおります。その者なら殿下の疑問に答えられるかもしれません。それは誰だ？あ、いや、口が滑りました。そやつはひねくれ者ゆえ、今の話はなかったことに。なんだ思わせぶりな。しかしな、ダリュン、まだこの先何十年も父上の王位は揺るがぬだろうよ。お主の友人とやらにはしばらく会えそうにないな。だがこれより3年後、王都エクバターナは炎と血煙に包まれることとなる。パルス暦320年秋、西北方ルシタニア王国軍はマルヤム王国を滅亡せしめ、パルス王国に侵攻。これに対しアンドラゴラス三世は自ら軍を率い、アトロパテネの野に侵略軍を迎え撃つべく進軍した。王太子アルスラーン・ウィジンス、時に14歳。緊張しておいでですかな、殿下。変わらん。殿下にとって初陣ですから無理もございません。ご心配召されるな。こたびの戦はアンドラゴラス陛下自らご出陣の上、エーラン・バフリーズ殿もおられます。そして8名のマルズバーンにそれぞれ10,000騎。おまけにこの先のアトロパテネ平野の地形は全て把握しております。それに引き換えルシタニア軍は地形に詳しくありません。わざわざ遠い異国に墓を作りに来たようなものです。だが3年前と違い、今回パルスに助けを求める間もなくマリアムがあっさり滅ぼされたのはなぜだろう。それは分かりかねますが。アズラエール、カーラン、アズラエールの羽が湿っている。ここはこんなに晴れているのにおかしくないか。雨でも降るのか。まさかこの晴天で。初陣で尻込みしているんだろう。心配性な王子だ。もう一度偵察に行ってまいります。あ、頼むぞアズライル。お前はキシュワードのところに戻れ。東の国境ペシャワール城塞へ。大丈夫だよ、私は大丈夫。見事に何も見えないな。王子の言った通りになってしまった。